日本東京都葛飾区、立石形成立石駅、立石様玉垣の中の立石様立石は、東京都葛飾区の地名。現行行政地名は、立石1丁目から8丁目。郵便番号は124-0012 12。葛飾区中西部、中川の西岸に位置し、亀有の約3キロメートル南方にある。葛飾区役所の所在地でもあり、 葛飾区の行政の中心地を担っている。町域は、西は、国道6号を、南西部は、東京都道308号千住小松川、火山沖線を境に、四次に接している。南は、奥戸街道を境に、東立石に、東は中川を境に、奥戸にそれぞれ接している。町の北東にある、京成本線は、青戸との間違になっている。かつては、 湿地帯を開拓した水田地帯であり、海抜零メートル地帯である。町域内を形成押上げ線が貫いており、その中間付近に形成立尺駅がある。駅前は現在、立石中見世商店街のほか立石駅前通り商店街、スーパーマーケットなどがひしめく状態であるが、周辺の路地は車の通行が困難なほど狭く。 駐車スペースもほとんどない。一方、建物の老朽化などの観点より、形成を仕上げ線の高架化に合わせた駅前の大規模再開発も検討されている。町内の商業エリアとしてはこのほか区役所周辺、奥戸街道沿いなどがある。周辺は、もともとは、中小の工場が多い土地柄であったが、近年はその跡地を利用したマンション建設が盛んである。 町内には、葛飾区役所、葛飾税務所、葛飾警察署、葛飾、シンフォニーヒルズ、葛飾 FM 放送などの公共施設が集中しており、葛飾区の行政上の中心地である。町名の由来となった立社区様、安倍の生命が誕生したと伝えられる、立釈熊野神社などの史跡がある。一方、東立石は、中川湾局部に囲まれた。 袋状の地域で、町内には、本田消防署、渋江公園などがある。なお、現在の立石、東立石、四次、東、四次、宝町を合わせた地域は、1965年から1966年に、住居表示が実施されるまで本田と呼ばれていた。本田消防署の名、葛飾警察署の旧称本田警察署の名はこれに、由来している。 住宅地の地下は、2014年1月1日の、工事地価によれば、立尺区5から23から2の地点で30万4000円、平方メートルとなっている古代道路と推定される道、国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの写真、CKT2064XC4 から8を、元に加工江戸名所図へ19巻立尺区村立石、上代の東京と、 その周囲に掲載されている立石祠の写真古墳時代後期にはすでに開けていたと考えられており、立石様のある立石八丁目の周辺には南倉井古墳や熊野神社古墳といった古墳跡の存在が確認されている。立石様自体も近郊の古墳の石室と同室の防州石であることが分かっており、この頃、千葉県のこぎり山付近より、 同地に持ち込まれ、なら、平安時代には、立石付近を横断していた、古代の感動の道標として転用されていたと考えられている。室町時代の1398年に記された、火災みっくりや伝数注文に地名としての立石が、初めて登場する。立石付近の中川稼働の変更の様子、写真撮影は1944年国土地理院地図、 空中写真閲覧サービスの写真 8912C3 から216を元に加工江戸時代、明治時代の大社雲での主要道。国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの写真 CKT2064XC4 から8を元に加工江戸時代、西賀西梁の内をもに新殿開発前から田畑のあった。 立石地域は隣接する向島地域とともに、本田筋に区分されていた。河西市によれば、立石村は、当初広大だったため、江戸時代の初め頃、川端村、原村、梅田村、四月村、篠原村、中原村、阿波の巣村の7、村が分村したという。また、京方年間には、 立石村の東端にあたる中川の稼働を、現在のように短落させる工事が行われている。この時、中川の外側に残された地域は、立石新旗と呼ばれていたが、この後は2018年現在、奥土総合スポーツセンターなどになっている。この時代、この地域は米や、その他の農産物を江戸に供給する、農村地帯であった。また、本田ダと呼ばれる売りが、 当地の特産物であった。また、農産物の生育のため江戸で発生した下越えを利用するだけでなく、立石にはこれを運搬、販売することを制御とする者も,もいた。また、江戸後期より、鉄道の普及する明治後期までは、更新の日に、江戸市中より、柴又大赦店に、徒歩で参詣する、大釈網詣が行われており、立赦はその通り道となっていた。 亀井戸方面から、岸も川役師を経て、立石に至る。役師道と浅草方面から四次を経て、立石に至る。立石道の合流点が、現在の本奥戸橋に沈めにあり、中川に沿って、少し北上した後、立石様の付近で、諏訪の渡る方向に左折し、芝又大尺店に至る経路であった。1869年から1871年の、 約三年間、立尺のある、地域一帯は、小菅県に属していた。続いて、東京府に編入されると、大工小区制のもと当初第六大工十一小区、水で第十一大工一小区に属した。1889年4月、町村製施行によって、江戸時代より続く、立石村、梅田村、川端村、原村、中原村、阿波野村、 篠原村、渋江村、四月村、宝木塚村の十の村を合わせて、南葛飾郡立石村が成立した。この際、合併前の村名は、大あざ名として存続した。なお立石村は1890年に、本田村と解消している。村役場は当初、現在の東立石三丁目にあったが、明治35年、1902年頃に、 現在の葛飾区立立石図書館の位置に移転した。また、明治35年、1902年には、村役場の隣接地に、本田ダ神城小学校が移転されている。なお当時より現在に至るまで立石は中川での釣りを目当てに、近隣から人が訪れる場所でもある。明治末期の中川での釣りの様子は、高田露伴の短編小説、足越えにも描かれている。 立尺二丁目及び三丁目の様子。国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの写真、CKT2064XC4 から8を、元に加工浜のセミ工業の跡地にある、記念筆法、近代化に伴い、それまでの農村地帯は、急激に変貌を遂げていった。1912年11月には、京成電気軌道が開業し、 京成立社駅が開設されたことで、東京支部との移動が容易になった。ついで1914年4月には中川に木製の奥戸橋が架橋されて、奥戸村との間を都線を利用せずに移動可能になった。なお、開業時の京成電気軌道の線路は、現在の位置とかとなり、奥戸街道上の平洋軌道であり、立石駅舎も、 現在地より東に位置していたが1923年、現在ある軌道に変更、12月に、立石駅も現在の位置での営業を開始した。また、1923年9月に発生した関東大震災では、本所、深川、浅草などから発生した、リサイミンが、比較的距離の近い本田村へ流入し、以降地域は、急速に、人口増加、 宅地化した。なお現在でも、立尺二丁目や三丁目には方形に整然と区画整理されている地域が見られるが、これらは1922年頃から昭和初年にかけて宅地化を目的に行われた高地整理事業の産物である。また、同時期に工業化も進み、1914年には、現在の渋谷公園の位置で、蓄産セルロイド工場が創業を始めた。 これがこの地域における、ガング産業の行使となり、その後多くのセルロイド工場が、立石や四次地域に集まってきた。現在でも、ガング産業の割合が高いのがこの地域の工業の特色の一つとなっている。さらに、中川の水が利用できたことから、江戸友禅を中心に染色工業なども発達した。さらに、人口の増加に伴い、この頃には、 立石駅の南の現在の奥戸街道沿いには商店街が形成されていた。この商店街は1948年には東京都により美観商店街に指定されている。ここで毎月7のつく日に開かれていた縁日は一時中断を挟みつつ戦後もしばらく続いていた。このような人口増加の結果、1928年3月1日に 本田村は調整を施行し、本田町となった。1932年10月の東京市への編入、葛飾区の誕生により本田町は、近隣の4町に村と合併した。それまで、本田町内にあった各地域はそれぞれ本田立石町、本田梅田町などと、本田を関して呼ばれるようになった。区役所は、当初、旧本田町役場を使用していたが、 1937年、本田立石町365の現在の葛飾、シンフォニーヒルズの位置に新築移転した。また、これに先立つ1932年3月には、中川に、鉄橋の本奥戸橋が架橋されている。同年には立石で、最初の活動常設館である立石富士館が、開館している。また1937年には、 大衆演芸場の混合座が開設されている。教育面では、1932年4月に、本田ダ尋常小学校から本田第三尋常小学校が独立。1939年1月には、梅田尋常小学校が開校している。第二次世界大戦中も、軍需景気などの影響もあり、葛飾区への人口流入や、工場進出は続いた。 この頃、ガング産業は輸出先のボイコットに始まり、金属やゴムの使用の制限や軍事工場への転換が求められ大きな打撃を受けていた。このような中、向島区にあった富山工場が1941年、木製ガング製造のための太陽木工場を本田立石町に設立した。葛飾区の戦争における被害は、 東京特部の他の地域に比べ少なかったと言われているが、1945年2月19日午後の空襲で葛飾区役所やその周辺の寺院、家屋や葛飾小学校が全焼、または半焼している。3月10日の東京大空襲の際には大きな被害はなかったが、立尺の婦人会が数日間にわたって荒川を越えてきた被災民の救護に当たったという。 一方で、戦争の激化に伴い、立石地域の小学生も新潟県へ集団疎開を行っている。立石の戦後復興は早く、ほどなく、駅周辺の空き地に闇市が自然発生的に現れた。また、京成立石駅の北側には、立石新地と呼ばれる特異街が形成された。一方、停出地帯に属する立石地域は、 過去度もの洪水に見舞われる地域でもあった。その災害史の中でよく知られるのが1947年9月に発生したカスリン台風による被害であり、超域の多くが水没した。この時、同年6月に加強された木製の平和橋がわずか3ヶ月で、半壊し、奥戸橋も破損によって1949年まで、私橋停止になった。教育面では、 学生改革によって、新生中学である、本田中学校や立社中学校などが、開校している。同時期に、南葛飾高等学校も縦石に移転、隣接地に、清和小学校も開校している。また、1949年には、本田小学校の隣に、葛飾発のクリ図書館が開設されている。また、さらなる人口流入に伴って、 駅南側にアーケード付きの商店街が形成されたり、駅周辺に映画館が相次いで開館したのもこの時期である。葛飾区総合庁舎1960年になると、京成電鉄が都営地下鉄1号線との相互直通運転を開始し、浅草や国鉄駅への鉄道での直接アクセスが可能になった。同じ頃、 京成立社駅南側の駅前商店街にアーケードが設置されている。また、1963年6月には、京成立社駅前に、葛飾区内発のスーパーマーケットである、伊東洋華堂がオープンしている。さらに、1968年、京成立社駅が改築されて、京城駅になり、プラットホームが4両対応から8両対応に延長されている。 1962年5月には、葛飾区総合庁舎が落成した。後地には、1965年12月に、体育館が開館し、区役所に隣接していた、公会堂と東京とより移管された、生活館を合わせて、総合区民センターと称していた。1966年、住居表示の実施により、従前の本田梅田町、本田町、 本田立石町、本田中原町などの区域をもって、現行の立石1丁目から8丁目が成立した。また、前年の1965年には、従前の本田原町、南立石町、本田川端町などの区域をもって、東立石1丁目から4丁目が成立した。高度成長期が終わり安定成長期に入った1970年代には、 地下の高騰などを原因に、葛飾区の人口は減少に転じたが、立尺も例外ではなく、1967年に28,576人だった人口が、11年後の1977年には23,128人と、5,000人以上減少している。一方、1971年2月には、総合区民センター区民会館が開設され、 1972年には、立石八丁目の奥戸橋が現在ある鉄橋に改築された。1977年には、葛飾区役所の近くに駐車場を備えた、長崎あり石店がオープンしている。1977年、小菅水再生センターの開設とともに、葛飾区内の公共下水道も共用を始めた。 一尺周辺はまず区役所のある五丁目から始まり、数年後に、ほぼ全域で利用可能になっている。1988年、本屋戸橋が、現在の橋梁に改築された。改築前の本屋戸橋では1980年代半ばまで、正月に、都民館中水泳大会が開催されていた。1992年、平成4年、 旧総合区民センター体育館と公会堂の跡地にコンサートホールを主にした文化施設、葛飾区文化会館本館が竣工した。この時、隣接地にある区民会館は改修されて文化会館別館になった。地名は立石八丁目にある立石様という石に由来する。この立石様は現在児童公園に併設する。 ほらの中心に鎮座している。付近に、かつて古墳があったことやその材質から、古墳の石室などと、同様、千葉県の小ぎ山付近より、同地に持ち込まれたと推定されている。また、奈良、平安時代には、立石付近を横断していた、古代の感動の道標として転用されていたと、考えられている。江戸時代には高さ60センチ以上あり、ネアリ石とも呼ばれていた。 名所として書本にも登場し、立尺様の根を掘ったことではざわいが起きたなどの伝説を生んでいる。後に、立尺様を打ちかいて持つと病気に効くという信仰や、日清、日露戦争時には、玉よけのお守りとして持ち去る者が現れたこと、また地盤沈下などの結果により、現在では地表より数センチ程度の高さしかない状況である。 2017年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。現在の駅舎は1968年に改築された京城駅舎であり、2018年には築50周年を迎えるが高架化工事が予定されている。形成押し上げ線。 京成立社駅を中心とした生活エリアをまとめて、立社区、または京成立社区と呼ぶこともある。この場合、行政上の町名で言えば、立社区や東、立石などが、ほぼ該当する。立社区周辺のバス路線と A バス、京成タウンバス、京成バスの各バス路線がある。京成バス新小53系統を利用した新小岩駅。 亀有駅からの所要時間はいずれも15から30分程度である。道路橋梁国土地理院地図空中写真閲覧サービスの写真 CKT2064XC4 から8を元に加工。ありがとうございます。